皆様こんにちは、翔太郎です。本日はですね、こちら、プロデュース216から出ております、公式アスリートカード内村航平奇跡、こちらをワンボックスですね、開けていきたいと思います。はい、ということでね、気象局の方でもね、言ってたんですけどね、ぜひぜひワンボックスで開けたいということで、その念願叶いまして、発売日に行きましたら、無事ゲットできたんで、こちらですね。はい、開けていきたいと思います。そうですね。BBM の、引退選手をまとめた、カードセットですね。なんだっけ。BBM、あ、席別ですね。席別にも、内村航平さん出なかったんで、今回ですね、まあ、その引退記念として、どんなカードが出るのかすごく楽しみです。それではですね、早速開けていきたいと思います。その前にですね、こちら裏側なんですが、何やら外付けで1枚というかなんかついてますね。おそらくボックス購入特典のカードかなと思うんですが、こちらをですね、まず先に開けていきたいと思います。これはあんまでしたっけ。はい、内村航平さんの体操のシーンですね。多分あんまですね、これ。はい、ということで裏側がこんな感じになってますね。主な戦歴ということなんですが、2011年と2012年しか乗ってないんですね。なんで、これも集めたら最近の2022年ぐらいまでの戦歴が揃うのかなと思いますので、こちらぜひ集めていきたいなと思います。はい。ということでですね、なんか外付けのカードを見ていきました。ではですね、本題なんですが、こちらですね。ボックスの裏側ですね。全109種類で、6600円税込みですね。で、ワンボックス12パック入りの72枚入りということでですね。まあ、いいカードになると、このような、いろいろなカードありますね。直筆サインカード、直筆メッセージカードですね。それからジャージカード、それから生写真カード、チェキ、それから、この辺が意義カードですね。はい、ということでですね、やっぱり、直筆メッセージカードですね。こちらぜひぜひ当てたいなと思います。はい、ということでですね、開けていきたいと思います。
アンケートと、それからこちらですね、プロデュース2163のカードボックスにはこういうチェックリストがついてるんですね。レギュラーカード、そしてレアカードですね。レアカードのカードもこちら印刷されています。はい、これがあるのがプロデュース2163のボックスの開けている空気でいいところですよね。はい、ということでこちらが、こちらもですね、プロデュース2163のボックスに入ってるですね、バインダーの応募券と、それから交換カードですね。はい、ということで早速ですね、パッケージですね、黒基調にされてますね。公平内村ということですね、公式アスリートカード内村公平奇跡ということでですね、はい、黒がメインのパッケージとなっております。それでは早速1パック目から開けていきたいと思います。はい、お、鉄棒2022、ちょうど2022年の鉄棒が出ました。はい、これが普通のレギュラーカードですね。RG って書いてあるんで、レギュラーですね。2022年3月12日、公平内村ザーファイナルって書いてますね。こう、一番下の方に書いてありますね。はい、かっこいい写真が使われています。はい、続いて、こちら2020年の鉄棒ですね。はい。こちらには、この写真の撮られた大会ですね。出た大会が書いてあるんですね。はい。こういうの持っていくと面白いですね。はい。RG2。はい。感じになってます。これは釣り輪ですね。はい。鉄棒ですね。こちらも2022年最後のシーズンですね。そしてスペシャルカードが1枚出ましたね。こちら白サインがついてるの分かりますかね。はい、白サインカードで、裏側はなんか少年時代の写真ですね。はい、白サインのカードが出ました。はい、ということでですね、2パック目なんですが、こちらですね、パッケージ保存用に下から開けたいと思います。よいしょ。ほい。オリンピックに出た時のカードとか出たらいいですよね。そういうカードも出るんでしょうか。はい、ということで2パック目いきます。はい、じゃあ2012年のものですね。床です。はい、それから、はい、こちら。2017年。はい、
に体操してるわけではなく、顔写真が大きく使われてます。かっこいいですよね、やっぱり。ほい、こちらもザ・ファイナルだ。2022年のですね、最後の大会のものですね。はい、こちら2018年ザ・ファイナル、これも2022年のものですね。はい、そしてこちらが、あ、ジャージーカードかな。あ、ジャージーカードですね、こちら。はい、いいカードはジャージーカードでしたね。ここのちょうど胸のスポンサーのなんか王冠みたいな部分があるんで、その部分かなと思います。だからこんな感じです、はい、ということでジャージーカードが出ましたね。ということでですね、多分1ボックスに1枚しか入っていないであろういいカードが出たんで、この後はじゃあサクサク開けていきましょう。こちら2017年の NHK 杯です。それから、おお、なんかすごいサーカスみたいな、すごいですよね。暗闇の中で演技するんですね、これ。これ2022年のザ・ファイナルのものですけど。それから、こちらは2018年、こちらが2022年のものですね。やっぱ最後の大会の写真は多いですね、だいぶ。はい、着地を決めたところですね。はい、お、これは白でメッセージがあります。これなかなかいいですね。応援ありがとうございましたということでですね、いい写真ですね。はい、これはいいカードですね。はい、こんな感じです。残念ながら直筆ではなかったんですが、これはこれでいいですね。続いて4パック目でございます。2017年、ちょっと髪の毛短いですね。からルーティーンみたいなやつですね。はい、2022年の最後の大会のやつです。2018年の NHK 杯ですね。はい、これが最後の大会ですね。床の演技中です。はい、2022年、そして2016年、はい、5パック目です。2016年、から花束もらってますね。
最後の大会ですけど、2022年の。この写真もいいですね。もしかしたら白井さんかもしれないですね。2020年。古い2012年のものです。それから2017年、そしてスペシャル、こちらも白サイン版ですね。はい、こちらは少年の頃の写真で釣り輪ですかね、やってますね。はい、白サイン版です。よいしょ。2018年 NHK 杯、2022年ファイナル、後ろ側なんですけど、もう背中で語るっていう感じですよね。かっこいいな。よいしょ。こちらは2022年ファイナルですね。2016年の写真。2022年、マイクを持ってますね。何かを聞かれてたのか、何かこれから話すのか。はい、そしてこちらは、お、メッセージ箔付きの花束もらってます。この写真いいですね。最後の最後っていう感じですかね。はい。ということで半分終わりました。ではではでは、残り6パックですね、見ていきたいと思います。2022年2016年、写真になる大会というのは決まってるみたいですね。オリンピックとかはなさそうですね。だいたい NHK 杯と体操大会と最後みたいな。2022年です。2019年のものですね。はい、それから2012年の NHK。 お、こんなカードが出ました。生写真カードでいいのかな。はい、フォトさんの生写真カードですね。115分の77という。はい。いい写真ですね。なんかこんな感じです。はい。胴上げされてる写真、これいいな。2022年最後の大会、もう最後の最後っていう感じですよ。
らは2020年の写真です。こちらが2012年。2017年。じゃあ2022年の最後。それから2018年。はい。それでは9パック目ですね。2019年。2012年 NHK 杯ですね。はい、トロフィー持ってます。2017年。2022年最後の大会ですね。2018年。そしてこちらは白サインのやつですね。はい。裏側は多分高校生ぐらいの時の写真ですね。はい。10パックでいきます。2022年。それから2022年。こちらも2016年。2022年。裏側スピーチしてますね。おい。2019年。そして2012年と。はい、そして11パック目ですね。2022年。こちらも2018年。2022年。2022年。2016年ですね。応援ありがとうございましたの白足ですね。はい、鉄棒で倒立してます。裏では技してますね。くるっと回って一回つかみ直す。はい、そしてラストのワンパックです。2022年から2022年ですね。2016年。
2022年それから、2020年ですね。はい。そして最後が2012年のカード。はい。ということでですね、こちらですね、内村航平、奇跡開けていきました。はい、ということでですね、航平内村奇跡こちら開けていきました。ですね、こういう風にですね、かっこいい写真を多く撮り揃えてましたね。はい、特にですね、2022年の3月12日航平内村ザ・ファイナルということでですね、そういう大会があったんだろうかなと思いますが、どんな試合というか、どんなイベントなのか、ちょっと気になりますね。はい。ぜひちょっと後で、ネットで調べてみたいなと思います。こういうかっこいい写真が多かったですね。はい。そうですね。競技の写真が、競技中の写真が多くてですね、あまりプライベートの写真っていうか、というところはなかったですね。はい、そしてですね、白サインとそれから白メッセージカードということでですね、こういう感じになってますね。ちょっとこちらが白メッセージカード、それから白のサインが入ってますね。はい。と残念ながらですね、狙っていた直筆のメッセージカードは出なかったんですが、こういうカードがね、出てきたんで、よかったなと思います。はい。はい、そしてですね、レアカード。レアカードはですね、これ2種類ってことでいいんですかね。はい。ジャージーカードと、それから生写真カードですね。ジャージーカードのシリアル言ってなかったですね。220分の203だそうで。はい。ちょうど赤と黒の境目部分みたいなところが入ってますね。はい。という、ジャージーカードと、それから生写真カードですね。はい、というのが出ました。はい、レアカードが2枚出たんで、なかなかいいボックスだったんじゃないかなと思います。はい、ということでですね、念願だったこちら内村航平奇跡のボックス開封していきました。そうですね、いろんなかっこいい写真がいっぱいあって本当に楽しかったですね。はい。レアカードも2枚選んでよかったなと思います。はい。それではですね、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。